正面の背中から真横の胸、真横のお腹がおへその方から撮ったあのお腹の写真ね。でまず胸の写真は、まあ、皮膚のライン見てね、骨見るんですね。そうすると皮膚のラインがここで、骨がここだから、こんだけ皮下脂肪がある。でこれぐらいもうあっていいです。落とさない方がいい。もしも病気した時、食べれんくなった時はこういうのがあった方が頑張れる。はい、が胸の大きさに対しての心臓のサイズ、まあ、若干大きい。そうからあとここにさ、こういうラインが見えますよね、はいはいはい、これ血管なんですよ、はい、あの肺へ行く血管、はいはいはい、ちょっとだけ太いかな、はい、このね、肋骨の太さと一緒かそれより小さいといいです。ちょっと太いですね。ちょっと太いでしょ、うん、ここ目立ちますよね、うん、ということは、ね、肺の中の血管もちょっと血圧、肺高血圧症がちょっとあると。あ、肺はまあまあ綺麗だと思います、はい。から映ってる範囲の方ね、肩甲骨、上腕骨、あと各関節、うん、割と綺麗だと思います。で今度真横、真横に行きますと、これが胸でこれが心臓ですね。でここに黒い管が見えます、はいはいはい、気管、はい、ただこういうところに目立つでしょ、こうリンが、ね、リン状のものが、これ軟骨なんだけど、ちょっとさ、これは年齢とともにちょっと切開化を起こしてる。あ、なるほど、一緒ですね。そうで肋骨もあって、ここ肋軟骨、はい、ここもやっぱりちょっとさ、この辺もやもやってしてる。あ、なってますね。もやもやってしてるでしょ、はい、これもまあ申し訳ない、年とともになる石灰化ですね。要は軟骨が硬くなってくる。ただ心臓のサイズ横で見るとまあ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 正常に近い、はい、からこれよく見えるんだけど、心臓からこう大動脈が出てます、はい、綺麗に出てます、はい、からここに全身から返ってくる高大静脈、前大静脈はちょっと見えないんだけど、はい、あとさっき言った気管、さらに気管支、はい、うん、まあまあ綺麗に映ってるんじゃないかなと思います。あとよく心臓の前のここにね、腫瘍ができる子多いんだけど、はい、まあ腫瘍じゃなくてもリンパ節が腫れる場合もあるんですけど、綺麗です、はい、でそうね、頚椎胸椎綺麗ですね、はい、横で見ても肘関節肩関節綺麗です。ここは素晴らしいよね。で今度お腹、お腹はね、まあ皮膚のライン見て骨見て、うん、この辺綺麗だよね、股関節も。ただね、ここにでかいのがありますよね。ああ、はいはい、これ肝臓なんです。肝臓の正常はこうです。はいはいはい、だいぶ大きいんです、はいはい。だから機能が悪くなるから大きくなるのか、ああ、それから心臓でちょっと血圧が高いのがあるから、はい、高血圧、それで流れが悪くて肝臓でうっ血する、そういったことが可能性がありますね。はい、ただまああとは、うん、まあ、この辺がいいだけどご飯は入ってません、はい、でうんちがちょっと溜まっててという感じで、はいはいはい、お腹の中は特には異常ないかな、はい、あ、肝臓がでかいということですね。で、こっちの方がもう一回ちょっとこっちの方がいいですね、はいはい、ここ横隔膜ですね、はい、でこれ胃です、はい、多分胃の輪郭これです。そうそう、肝臓がこんなぐらいあるから、1、2、3、3つぐらい、2つ分ぐらいでいいんですよね。ここでも正面から見ても肝臓がちょっと大きいかなと思います。で、お腹の中、まあ、ここは完全にね、横隔膜が映ってなかったんで、ここまで ありますよね。はいはいはい、股関節の状態が見たかったから、はいはいはい、股関節もね、この年齢の割にはね、綺麗だと思いますよ。ここのここに綺麗に丸くるんと丸くなってるから、年取るとこれがギザギザになってきて腫れてくる骨がね。それからこれなんとか腎臓が左側見えてます。右側はこの辺にあるけど、ここは胃とか十二指腸とかあってわからないんですけど、左は見えてます。でこの長さが大事で、2番目の腰の骨の長さの2個半、2個半でちょうどいいです。ちょうど腎臓のサイズの左は大丈夫、ただ右は分かりませんけど、ね、ただ肝臓はね、肝臓がだいぶでかいんだよね。まあレントゲン所見まとめると、まあ、心臓はちょっと肥大があるけど、年齢からすればしたら綺麗だと、綺麗だ、まあまあのサイズですね。ただ軟骨が石灰沈着、気管とか肋軟骨石灰沈着を起こしてる。それからまあ栄養状態はちょっとちょうどいいのよりもちょっとだけ太ってるけど、これぐらいの方がいいなと。肝臓が大きいと。あとこの辺にこうあるから、時々なんかケッと書いてこうボール加えたりしたら、なんか
多分気管のさ柔軟性が落ちてるんかもしれませんね。けっけとか言って言うのはそれかもしれませんね。うん。